はい、こんにちは、パーカッションの高文です。今回はコンガでボサノバを演奏する時のアプローチっていうのを考えていきたいと思います。はい、とはいえですね、ボサノバっていう音楽ジャンルスタイルにはそもそもコンガ入っていない、使われておりませんから、まあ、プラスアルファとしてね、アレンジとして加えていくっていう感じになります。はい、例えば純粋なボサノバをやる以外だと、ジャズのジャムセッション行ってボサノバの曲をやるってこと全然あると思いますし、ボサノバ風のねアレンジの J-POP とかポップス、やるってこともあるかなと思います。まあ、その時にこのコンガのね、こう温かい音っていうか柔らかい音があると、全体としてアレンジがすごい優しい感じになりますので、全然使ってもいいのかなと思います。はい、結論から言うとですね、もうこれ完全にセンスです。演奏者のセンス、どういう風にやるかっていうのは、はい、なので、この動画ではですね、一応こういうアプローチ、考え方、こういう引き出しが考えられるよっていうね、ご提案をしたいと思いますので、なんか使えそうなのがあったらね、ぜひ活用していただければと思います。はい、では早速やっていきたいと思います。で、そもそもね、コンガが入っていない音楽ジャンルでコンガをやるってなった時ね、どういうパターン叩いたらいいんだろうかって結構悩んじゃう方多いかなと思うんですけども、一個の考え方、提案としては、やっぱその音楽ジャンルがその音楽になっている、その音楽たらしめてるっていうのかな、そういう要素が必ずあるはずなんですね。それは何なのかっていうことをちょっと突き詰めてね、考えていくと意外とスムースに、ね、答えが出たりしますので、ちょっとそのやり方っていうのをご説明したいと思います。はい、で、今回やるボサノバ3番においてはね、今出てるこれなんですね。はい、何かというとリズムの要素です。どういうリズムで成り立っているのか。はい、ボサノバ3番のリズムの構造っていうのは大きく分けると2つです。1つは2拍子、2拍子ワンツーワンツーウンドスウンドスという2拍子ですね。更新したり踊ったり、するのに適した2拍子。あとシンコペーションというのがあります。はい、それが、まあ、この図なわけなんですけれども、上 A パターン叩きます。黒丸が発音するところです。タン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 。はい、下 B パターン叩きます。タンタタン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 。はい、こんな感じになっております。はい、でこの辺の解説というのは過去にサンバのワークショップとかボサノバのワークショップでやっておりますので、もっと詳しく知りたいよという方はね、ぜひアーカイブをご参照ください。はい、でこの A パターンと B パターンっていうのは反転している、ひっくり返っているだけなので、今回 A パターンで、説明していきます。 A パターンのシンコペーション、タン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 。はい、僕の言葉で言うとカンキューキューカンっていうね、リズムの流れのシンコペーションになりますけれども、このシンコペーションか2拍子かっていう感じですね、あるいは両方か。はい、を、まあ、コンガで演奏するときに出せばいいんじゃないかというところでございます。はい、じゃ例えばね、例えば2拍子感を曲の中で強調したいってなった場合はですね、ワンツーワンツーワンツーと、もう曲のこれでいいんですね。ワンツーワンツー。はい、いや、お前ふざけんなよと、そんな簡単でいいわけねえだろってね思う方もいるかもしれないんだけども、これいわゆるブラジルのスルドっていうね、大太鼓ドーン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 。はい、まあ、これに当たる役割をコンガでやってるっていうような感じですね。はい、いや、これあまりにもシンプルすぎじゃねと思った方はもうちょっとね手数を入れていきましょう。例えばこの低い方2回叩いて、まあ、これよくサンバキックなんて言ったりしますけど、ドラムで演奏するときにね、ポンポトンポンポン、こうやって演奏する方結構いますので、まあ、それ的なアプローチをしてもいいですね。はい、まあ、さらに、スラップなんかね入れちゃったりして、はい、だんだんそれっぽくなってきたと思いませんか。ポンパって、今ワンの裏に入れました。つまり 1M2N 1M2N トンパットトンウントンパットトンウン。はい、これでねもう十分かなっていう気はしますね。はい、でこれでもあまりちょっと寂しいぞと、言った場合は、今叩いていなかったところを全部
クローズトーンとかモフとかひたひたする音で埋める、まあ、するとはい、もう良くないですかこれでこれでね全然合うと思います。はい、今何やったかっていうと、ずっとこう右左をひた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 クローズトーンでこう埋めてた、まあ、その中でさっきやったトンパトトン、トンパトトン、トンパトトンで、音を入れていってた感じですね。トントンってこう2回叩くと手順が反転してしまうので、まあ、どこかでね反転させなくてはいけないんですけども、それは各自ですねやりやすいところでやってみてください。ヒール2使ってもね全然構いませんので、はい、そこはまあ帳尻を合わせていい感じでやってください。はい、では次は曲の中でシンコペーションの方を強調したいぞとなった時のアプローチをやっていきたいと思います。はい、でまたこの図を見ていただいて、 A パターンを1回タンボリンで叩きます。せーの、タン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 。はい、で楽器がタンボリンだったらもうこれで OK ね、これで成立する話なんですけども、あ、じゃあコンガで叩くときどうするっつって、とりあえず音型同じの叩いてみましょうか。なんか違う気がするなとまあもちろんねこれで合えば構わないんですけれども、音色かな、今オープンでやったんですけども、スラップでいこうか。パッ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 、まあなしじゃないけどもう一息ねいける気がしますよね。あ、分かったと、オープンとスラップをいい感じに混ぜて、パッパッパ、こんな感じにすればいいのかなみたいなね思うと思うんですね。でまあ、リズムの音型は分かりましたと、この音よね、オープン叩くのかスラップ叩くのか低い音を叩くのか高い音を叩くのかってね、この音色のチョイスが難しいっていうか、悩むと思うんですけども、はっきり言ってこれがセンスです。はい、この音色のチョイスが演者のセンスになりますので、まあ、ここがね腕の見せ所というか面白いところなんですけれども、初めてやる場合、あ、どうしたらいいのかなって思いますので、1個ご提案したいかなと思います。はい、それが音程感のある打楽器、まあ、今のタンボリンでも実は音程感を出せるんだけれども、音程感を考えてみるっていうのね1個の手なんですね。でこのアゴゴっていうのもシンコペ系の楽器なので、ちょっと叩いてみますけれども、ちょっとこの歌い方、低い高いを覚えてください。はい、せーの、コンカンコンコンカンコンコンコンカンコンコンカンコカコココカココカココってね。このアップダウンをコンガでやる場合、あ、わかりましたと、オープンとスラップで今のやったらいいんじゃない？ドパドドパドドドパドドパ、あ、めっちゃそれっぽくなったなって思いませんか？はい。まあ当然これもともとブラジルにある楽器なので、この音型、音の高低アップダウンだったり、リズムですね、シンコペーションを採用すれば割と合いやすいと。まあアゴゴ的なアプローチをコンガでやる場合、オープンとスラップでこの緩急休感をやればいいと。はい、今オープンとスラップ1本のコンガでやりましたけれども、これを2本でやってもいいね。はい、音型的にはこの今 A パターンをやってるっていう感じです。1打少ないんですけれども、これ音数が増える場合も減る場合もありますので、基本的な流れが緩急休感だと思っておいてください。はい、結構これでいいんじゃないですか。あるいは1本だけで、
あるいはこっちもたまにね、オープンの時に混ぜる。はい、かなりそれっぽくなったと思いませんか。今もう少しねレベルの高いことを取り入れたのでお伝えすると、最初にこのリズム構造は2拍子とシンコペーションで成り立ってますって言いましたよね。はい、で今シンコペの話をやってるわけなんだけれども、ここに2拍子感を取り入れてもいいわけ。はい、どうやるかっていうと、この高い低いでも最初にやった通りワンツーワンツー、これで2拍子感出ますと。なのでこの音色のチェンジ、つまり1拍子の時、あ、1拍子のカウント1の時にこっち側、カウント2の時にこっち側っていう風に役割を分ける。ワン、ツー、ワン、ツー、ワン、ツー、ワン、ツー。はい、今ワン、ツー、ワン、ツーっていう2拍子の2カウント目、後半の方を低い音にしたことによって、さらにこのオープンスラップの音程感だけではなくて、このコンガの高い低いの音程感がワン、ツー、ワン、ツーっていう流れに聞こえるようにしたという感じでございます。はい、まあ、こういう風にしてシンコペプラス2拍子感を出すっていうね、アプローチがあります。はい、あ、でも手順は完全に自由なんですけれども、例えば今メインのオープンとスラップを右手で叩いて、残りを左手で全部埋めてみましょう。トンパ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 、こうなりますと。でこう2回叩くところなんかをヒールというにしてもいいね。この辺の手順はもう完全に自由、もうやりやすい手順で構いませんので、いろいろね試してみて、もうどうしても分かんなかったら紙に書き出してみて、あ、こっちは左手2回行った方がいいなとかね、あ、ここはこう交互にやった方がいいなみたいなのを考えてみてください。はい、いかがでしょうか。基本のアプローチとしてはね、こんな感じでやっていくと結構いろんなパターンのバリエーション思いつくのではないかなと思いますので、ぜひやってみてください。はい、で最後おまけとしてですね、今2拍子かシンコペーションかっていう話をしてたんですけれども、それ以外の要素、例えばこのコンガっていう楽器、もともとキューバの楽器ですけども、キューバのリズムをね取り入れてみる。はい、キューバのリズムで、ね、トゥンバオってなりますけど、まあ、これはよくあるコンガらしいパターンですね。このコンガらしいパターンをあえてやってもいいわけだ。はい、ただあんまりこうどぎつくやると、まあ、いかにもキューバ音楽っぽくなってしまう、ボサノバではなくなってしまうので、これにこの要素を足す。はい、まあ、つまりですね、トゥンバオパターンキープしつつのボサノバのシンコペーションの位置でオープンとかスラップとかちょっと立つ音を入れるようにすると、はい、こんな感じになります。今意味わかりましたか。トゥンバをやりつつのこの黒丸の位置でオープンとかスラップとかを織り交ぜたっていう感じです。はい、でこの音のチョイス、オープンにするのかスラップにするのか低い音にするのか、まあ、これはねもう完全に個人の自由というか演者の、まあ、センスになりますので、いろいろと試してみてください。ここから先は完全に応用編っていう感じになりますので、もうここまでね、下ごしらえっていうか、手札が引き出しがあれば、まあ、十分ねいろんなバリエーションできるかなと思いますので、ぜひ試してみてください。はい、では最後に僕がやったのを流しつつ終わりますので、今回の動画面白かったよ、参考になったよという方はですね、ぜひシェア拡散していただけますと大変嬉しいのでよろしくお願いいたします。またメンバーシップや毎週日曜日のワークショップなんかもやってますので、ぜひご参加いただければと思います。ということで、また次回の動画で会いましょう。バイバイ。